はい、冷凍ピザを美味しいデリバリーピザに近い状態で焼く方法をこれからやります。これはドン・キホーテで220円で買ったピザです。冷凍ピザです。はい、こんな感じになってます。これを美味しく簡単に焼く方法をやります。はい、まずこれ冷凍の状態で最初に4面切りしておきます。はい、そしたら冷凍の状態で4面に切っておきます。うちの魚グリルはちょっと小さいので、小さいサイズなのでちょっとずらしておきます。4面でもこうちょっとここ、はい、端にちょっとずらしておきます。そうするとうちのサイズでは入ります。はい、これこの魚焼き器ですね。で下に水を少し引いておきます。はい、このように。そしてあとはこのまま、はい、しばらく焼きます。そして時々開けてちょっと見ます。はい、また後でやります。はい、焼き上がりました。こんな感じです。すごいでしょう。これもうデリバリーピザにそっくりのぐらいでしょう。すごいですよ。これ冷凍ピザ、はい、220円で買ったやつですよ。これはだいたい冷凍で魚焼き器で3分ぐらいでこのぐらいになります。皆さんもやってみてください。今日はこれと昨日の残りのすき焼きで食べます。はい、これからビールいただきます。